<laughs> 何何か言いたげな顔でこっち見てるから何何もないのそうじゃあ早く仕事してもう終業時間迫ってんの後輩くんいつも参業してるじゃんさっさとやったら<笑><笑> まだいたんだまだ終わんないの終わってるじゃあさっさと帰んなよ時間の無駄でしょ残ってたって何何さっきもなんか言いかけてたけどうん ななんでもないの。そうじゃあさっさと帰んな終電なくなるよ私私は家近いから大丈夫人の心配する余裕あんのはい帰った帰った <laughs> あー喉痛い <laughs> 帰ろう すいませんこれお願いしますはいあ、袋もお願いします <laughs> はいありがとうございますあ,あすいません前見てなくてって後輩くんえなんであ,あ家近くなんだそう休みの日に薬局とか体調悪いの 喉飴ねあそうじゃあえこのあと暇ですかって薬買って出てきた人間にこのあと暇かって聞いた体調悪いの見たらわかるでしょううんじゃあ,あ何しつこいな 電話いいけどなんか話があんなら今でいいよ帰ってからってあそう、分かったただいまって言っても一人なんだけどかかってきたタイミングもしもしうん今家に着いた大丈夫っていうか電話って何 なんか世でもあった。<laughs> 私が普段から厳しいからパワハラで訴えますって違ったの最近後輩くんなんか言いたげなこと多いから私のこともう嫌になったのかと思ったそういうわけじゃないあっさじゃあいいけど大丈夫ですか って、何が調子悪そうだったかうんそうだね最近ずっと風邪気味で喉風邪っていうのかな声もうまく出ないしそれでイライラしてた部分もあったやつ当たりしてたらごめん大丈夫 それがずっっと気になってたのもしかして私に話しかけようとしてたのってそれ <laughs> そんな一言で済むことすぐ聞いたらよかったじゃんなんでわざわざ <laughs> 後輩君さ私って怖い正直に言っていいよ怖い そうだよ、ね、私さ顔ももともと怖いしいつも自分に余裕があるわけでもないし <laughs> 結構怖いって思われがちで伝えたいことに対して言葉の選び方がうまくないっていうのかな例えば遅い時間に帰るの危ないから早く帰りなって言いたいだけなのに。 時間の無駄だから帰れっっって言っちゃったり、私のこと心配して話しかけてくれた後輩君に対しても人のこと気にする余裕なんてあんのなんて言っちゃった最低だよね風邪 <laughs> ちょっと弱ってんのかも普段は弱音なんて吐かないんですけどね 誤解されてる何が私は感じ悪いし怖いしとっつきにくい先輩ですよ <laughs> 優しいって <laughs> 私に優しいなんて言うのは後輩くんぐらいだよ髪の毛の色だってこれ地毛なんだよなのに社員で唯一髪染めててピアスも開けてるって だからなんか権力持ってて逆らえないんだって誤解されてるしそれに関しては誤解かもでもそのほかは私がみんなに冷たく当たったせいだから自業自得 <laughs> うん <laughs> 後輩君さ前からちょくちょく私のこと気にかけてくれるじゃん なんで、こんな感じ悪くて怖い先輩のことなんてどうでもいいじゃん寂しそう <laughs> 私が寂しそうに見えた <laughs> 仕事は遅いくせに人のことはちゃんと見てるんだねああごめんこういうとこごめん 照れ隠しに聞こえて可愛いってバカじゃないの趣味悪気にしてないならよかったねえ後輩くんあたしさもっとみんなと仲良くなりたいよ仕事を教えるのも丁寧にやってあげたいしもっと わからないことがあったら聞きやすい先輩になりたい私と二人でいるのが怖いからって避けられるような先輩私だって寂しいしかなしどうしたらいいかなうん後輩君で練習したらどうかって いいの今まで以上に辛く当たっちゃうかもしれないよ後輩君が言う「照れ隠し」とやらでいつも以上にきついこと言うかもしんないし仕事中もそんなふうになるかもしれない傷つくかもよいいの <laughs> そう ありがとう、うん私も頑張るね後輩くん。感じ悪い先輩の私のこと気にかけてくれてありがとうこの間も残ってたの私が心配だったんでしょそういう優しいところ素敵だと思う 仕事でも頼りになるしいつも助かってるありがとねうんこんな感じ <laughs> 上手ありがとうごめんちょっと体調崩してきちゃったまあもともと体調が悪いんだけど寝ることにする うんありがとう心配してくれて無理をしないから大丈夫うんじゃああ待ってまたたまにでいいからさこうやって電話してもいいかな <laughs> ありがとううんじゃあまたねバイバイ 頑張ろう